半年以上前から、まあ、使ってるカメラなんですけど、2万5000円以下で買えますね。まあ、これはオプションなんですけど、2万5000円、2万4000円以下で買えますね。Amazon だと国内の3万円しちゃうんですけど、国内価格で考えると DJI オズモアクション、あれが4万円ちょっとですよね。でこいつが3万円ちょっと、まあ、1万円安いんですよ。1万円安いんですけど、どこが劣るかっていうと、まあ、こいつの方が先に出てるんですけど、 4K60fps では撮れるんですが、手ブレ補正がかかるのが 2.7K の 60fps までなんですよ。で 4K の 30fps とか 4K の 60fps は手ブレ補正が効かないんです。さらに言うと手ブレ補正のレベルがちょっと落ちる、ちょっとっていうかだいぶ落ちる。 GoPro Hero 7とか DJI の Osmo Action と比べるとだいぶ落ちます。だから 4K60fps で手ブレしない映像が欲しいっていう場合であれば、こういったねスタビライザー、ジンバルが必要になってきます。GoPro とかの手ブレ補正ってむちゃくちゃすごいですよね。本当ジンバル使ってるような補正効きますもんね。ただ画角があっちは狭くなっちゃうんですよ。特に DJI Osmo Action なんかはすっごいっていうか、まあ画角がかなり狭くなるですよね。映像はすごい綺麗、うん、ソニーの撮像素子使ってるんで映像はすごい綺麗です。まあ、この後ね見てもらえば分かると思うんですけど、 4K がいらない、4K がいらないっていう人はね、こっちでいいと思う。で、2.7K で撮る。あんまりブレない環境、バイクの車載とか、車の車載、もうすっごい揺れるんじゃなければ、で、4K がいらないのであれば、これでいいですよ。映像すごい綺麗だし、手ブレ補正もまあまあ効くし。あ、ちなみに、プロテクターしてます。あと、自分で自作して、こんな、ウィンドジャマーつけてます。あとはこういう傷防止のやつと一緒にこんな感じで、中はこうスライドして、これがまあ電池はこう引き抜く感じで、でカードは爪で押して抜く。カードはです。じゃあこれちょっと紹介していきましょうかね。あ、ちなみに、付属品、これはまあ防水ですね。 あとこれ防水じゃないんだ。防水じゃないっていうのが欠点。ただ、充電しながら撮影はできます、うん、で撮影時間は GoPro とかと一緒、だいたい 2.7K だと1時間くらいですね、純正のバッテリーで。でこれが、Bluetooth かなのスイッチ、遠隔、これ付属品じゃないです。オプション使ってないです。で悪いことに使えるってやつですね。悪いことに使えるゆえ使ってないです。でこれが、Type-C をマイクに変換できる、ここから 3.5mm のプラグつないでマイクが接続できますよ。ただこれつないじゃうと充電はできなくなる。ここがね電源ボタンです。長押ししました。でっかそうだな。ここから 4K の60が選択できますよ。でワイド、ワイド、そう、シャッタースピードはオートにしといた方がいいですね。でこれは、ピントどこに合わせるか、オートローライトは暗い時になんかね明るくなるっていうやつかな。暗い環境でもちょっと明るく撮れるようになるっていうのが僕の感想ですね。でこれをオンにしちゃうと、これ今手ブレ補正ないですけど、エレクトリックイメージスタビレーションっていうのは、手ブレ補正なんですけど、 4K 今 4K の設定になってるんで使えないです。ちょっと 2.7K にしましょうか。2.7K はフル HD、1080の2つ上ですね。かなり綺麗です。かなり綺麗。画質はね、僕、すごい満足してますね。ちょっと 2.7K の60にしましょうか。そう、ワイドとミディアム。だから、ミディアムにすると、
今箱ギリギリにしましたよ、ね、この状態でワイドにするとね、これだけ違いがあります。基本はワイドで使うと思いますね。シャッターはオートでいいでしょう。まあ、あのちらつきとか気になるんだったら、あ、でも50はないのか、100もないのか、まあオートでいいと思いますよ。西日本の人はね60とか選んでいいと思うけど、あ、でもね60にしちゃうとこれね、気をつけないといけないのが、シャッタースピードを例えば240にしちゃうとすっごい眩しい環境で露出オーバーになるんで、基本的にオートにしてた方がいい。240までしか行かなくなるんで、本当はもっとねシャッタースピードを大きくしたいのに大きくできないっていうことになったりするんですよ、炎天下の中。そうするともうとんでもないオーバーになるんで。で、ね、今これ手ブレ補正がエレクトリメスタビライスタビライゼーションがオンになってるから、このオートローライトっていうのはオフになってます。で、ビデオクオリティはハイでいいですよね。ホワイトバランス、カラー、カラーはね、よくわかんない。ワイヤーカラーでいいと思うんだよね。いじりたいときは後で自分で勝手にいじればいいと思います。ISO MAX もオートでいいと思う。まあ、細かく設定したいときはね、まあ、いじればいいと思います。シャープネスもミディアムでいいと思う。ミディアムでも全然綺麗です。うん。とにかくね、画質に関しては本当ね、文句ないですね。EV も、EV ね、ちょっと暗いなって思うときがあるけど、うん。で、エレクトリックスタビライゼーション、スタビライゼーションはこれオンのままでいいと思う。タイムスタンプはよくわかんない。ファイルサイズもオートでいいでしょう。アジャストレンズディストネーションは、歪みですね。樽型とか、あと逆。樽型になるのかな、気持ち。だから、それを、補正するとちょっと画角が狭くなります。まあだからこれは、そうだな。ほんと、外まで。画角が本当外まで撮りたいっていうんだったらこれオフにしといた方がいいと思う。僕はちょっとオンにしてますね。そんな画角はね気にしないで。で、 Wi-Fi は Wi-Fi でいいでしょ。 SD カードはフォーマットできますよと。で、あ、 SD カードがですね、これね、まあ、248GB の、SD カード入ってるんですけど、ね、仕様だとね32とこまでしかダメなのかな。でも248とかも入ります。だから今で言ったら 2.7K で7時間くらい撮るんですよ。で、ここ。7時間27分ってなってますよね。7時間撮れますと。で、遅い 32GB。遅いっていうか、まあ、ちょっと古い 32GB の、ちょっとでもないんだよな。別にそこまで古くない。マイクロ SD カードでも、今出てると思うんだけど、エラーになっちゃうの。エラーになってどうなるかっていうと、ファイルが1分おきのファイルになっちゃう。だから、古いマイクロ SD しかないっていう人は、新しい SD カードにしないと、ちょっとね、エラーになっちゃう。スローってなっちゃう。デフォルトカメラモード。これはラストユーズ。うん。まあ、電源オンオフした時に、前回のやつを引き継ぐか引き継がないかってことでしょうね。Bluetooth ペアリングは、多分、ね、なんかと繋がるって、まあいいや。ブライトネスはミディアム、うん、ビープがハイだとこんな感じ、ローだとこんな感じ。マイクはハイでいいでしょ。サウンドエフェクトは ステレオでいいでしょ。 LED なんですけど、ステータスライトオンリー。どういうことかっていうと、こうオールオフ、オン、オールオフ、ステータスライトオンリー。これは例えばオールオンにすると撮りますよ。こことここがついてる。これをステータスライトオンリーにするとここだけがつく。ここがつかない。だからここがチカチカ光ってると前から来る人に怪しまれるじゃないです か。 だからそれが嫌だったらステータスライトオンリーにすればいいし、全部気になるんだったら全部オフにしたらいいです。インハウジングモード、これよくわかんないんだ。ごめんなさい、これちょっとよくわかんないです。ロングプレスボタン for menu to appear and easy switch カメラモード。なるほどね。どういうことかっていうと、これ使うと、要はその、ここが押せない？
ここが押せないもんだから電源ボタンしか押せないから、電源ボタンで切り替えるための設定ですね。今別にその水の中に入れるわけじゃないから、オフにしますけど、エクスターナルマイクロフォンモードはだから外付けのマイクですよね。これ使うんだったらこれをオンにするってことかな。ビデオスタンダードは NTSC でしょ。アドバンスドスクリーンオートロック60秒、オートパワーフ5分、ビデオローテーションはオフ。よくこうした時に多分画面がくるくるって回るってやつですね。スマホのあるじゃないですか。デバイスインフォはまあこんな感じ。カメラリセットしない、ロケーションジャパン、こんなとこですね。で、今モードがビデオになってるんで押したらビデオが撮れますけど、ここを押してフォトにすればフォトが撮れると。でフォトはフォトで、画質の設定ができると。12メガとかマックス12メガ。でタイマーだよね。だから記念撮影の時とか使う、5秒でパチリと撮れますよと。バーストは、連続撮影、1秒間に10。ただこれね、いきますよ、押しますよ。はいって言ったら押します。はいって、はいと同時に押しますから。はい。ちょっとズレがあるんですよね。ちょっといまいちって感じかな。ビデオはビデオ。で、タイムラプスはタイムラプス。タイムラプス分かんないっていう人はね、自分で調べてください。ちょ、計算とかがめんどくさいんですけど、で。スローモーションはスローモーションですよね。スローレート。あ、これがね、スローレート8は、240分の1で、これを、例えば2にすると、60分の1になっちゃうんですよ。だから、ここは、8でいいと思いますね。で、これちょっと撮ってみますよ。こんな感じで。なると。いうことですね。このカメラ、なかなかコスパ高いと思います、個人的には。ただ、その DJI Osmo Action GoPro Hero 7、あれが手ブレ補正やばすぎっていう、そういうことですね。現状今、YouTube に、上げる画質って、日本はほとんどみんなフル HD じゃないですか。だから、4K のね、手ブレ補正は効かなくっても別にいいかなっていう気がするんですけど。まあだからその、用途が合えばね、いいと思う、これでも。まあでもあれか、使った方がいいかな。YI アクションカムのアプリをダウンロードしました。設定で、Wi-Fi で、5GB だとダメでしたね。だから 2.4GB にしてます。で、2.4GB で今、つながる状態になったんで、つないでます。これすごいね。これで、縦横。で、まあ、当然こっち動かすと、なると。で、これで、周差わかるかな、歪みを取ることもできる。グリッド表示。で、ここから、もう設定がいじれる。解像度。いろいろ。すごい。で、ここから、タイムラプスにしたりとか、スローモーション。ループ録画ですね。だから、簡易的なドライブレコーダーにもなる。当然、録画できて、カメラアルバムで撮ったやつを再生できる。今のじゃなくて、さっきのやつとか。さっきのやつを再生できる。すげえ。で、これだけじゃなくて、こんな感じで、なんかコミュニティみたいなのがあって、
よくわかんないけど YouTube には繋がんない。あ、でもなんか YouTube YouTube ライブプラットフォーム、あ、 YouTube ライブ権限がありません。あ、 YouTube でもライブできる。今ちょっと見せられないけど YouTube でもライブできる。すごい。その他、その他のライブもできる。すげえ。へえ、カメラいらない、違う、パソコンいらないんだ。へえ、すごい。ちょっとじゃあ実際のね、映像を見てもらいましょうかね。画質は綺麗ですよ。
総評としては画質はすごい綺麗です、満足いきます。ただ手ブレ補正がいいんだけど DJI Osmo GoPro Hero 7と比べると弱いし 4K だと使えないっていうので、車載、車の車載あんまり揺れない、車の車載とか、あとはそのバイクのヘルメットの車載とか、まあ、自転車の車載でもねそんな揺れないのであればこいつでいいと思いますよ。だからその本当こう手に持ってねこう歩くとかすんごいブレブレになるのじゃなければねこいつでもねいいと思います。まあお金がめちゃくちゃ余ってるんだったらね GoPro Hero 7か DJI Osmo 買った方がいいと思います。